こう来てね、来たい、来て、こう来て、こう足自由だと、足ね、こう足自由なの、足がこういう下下半身自由、ここは不自由だよ、動かないの。だから足を先に動かして、ここは動かないから、ここは彼がガチ持ってるんだからね。だからこう足動くと自然と動いてくるよね。それで隙間が見えるから、自分が行けるところが見えるから、でこういうふうに入ったの。最後にここを動かしてんの。初めからここ行っちゃったら、行っちゃった強いんだから、だからここは動かないと思ってこういうふうに入ってる。そして動いてこう、そうするといいんじゃないかなと思ってね。ここは動かないで最後に動かす、そういう感じ。じゃあこういうとこ自由にする傾向だと思って、まあ、やるということね。やっつけちゃうとこれ壊されちゃうから彼は逃げちゃうの。だからやりませんよって顔して近く入ったの。それからこういうふうにやってほしいのよ。で初めからそういう、さっきはこっちで話したんだけど、オーラがこうやってやっつけてやるって、オーラ出てるとなんていうの、やられちゃうだから逃げちゃうでしょ。じゃなくてここは優しくて、やりませんよって顔してんの。やりませんよっていうふうにやって、ほら騙されちゃったの。そしてやっつけちゃった。そういうふうにやってほしいのよ。ね、そういう、で、ここは後ろ入っちゃったの。で、ここは見せてんだけど、パクンって餌食った時に、こう、捕まれちゃったら、太い人だからできないんだよね。だから、ちょっと、こうやってやって、ほら、力入んないうちに入っちゃったの、後ろに。そういうふうにやってほしいのよ。で、力が入っちゃったら、やられちゃった、引っ張り込まれて、これ引っ張り込まれて、ボカってこっちが来るの。そう、来た時やばいよ、やばいから、こう逃げてんのね、逃げるって形。だから ここは初めからそんな出してないの。出してないって、オーラ出してないの。やっつけてやるって出してないの。で、やられちゃうオーラ、やられちゃうって、掴みやすい手なの。んで、なんていうのかな、掴みやすいの、ほら、でも掴めないの。同じ距離で来てるから、ほら、そこのところこうやって入っちゃったの、後ろ。そして、そう、それでポカッてやってたの。で、ギュッて掴まれちゃったら終わり。これ来るから、こうやっていくらやったって来るんだよね。このコントロールして、彼はこっちの方来る。だから掴まれちゃったら終わり。だから見せたんだけど、後ろ入ったの。そういうふうにやってほしいの。で、まあいいや。で、その稽古として、こうほら後ろ入ってまっすぐね、自分まっすぐ、それがまっすぐっていうのが大事。じゃあ後ろ、入り身投げやりましょう。今度はじゃあ一挙って、普通正面打ち一挙とかってやるんだけど、この手を考えてんの、この足を考えてんの。だから持った方が楽だから、簡単だからね、こうやってんので。気にしなければ、今気にしないで入り身投げやった時は、ここをもたれて、こう切っていかなくて、後ろ取ってって、そういうふうに考えてなくて、後ろ入ったら自然と取れちゃったの、こうやって。そしてここで何でもやってもいいんだけど、なんだ、入り身投げの形やれって言うからね、この足をずっと入ってくるとくっついてこういうふうに来て、それほら崩れてきたよね。で、まっすぐ上から下に落としたので、これが入り身投げの形なの。だからこれやっちゃダメだよって、そういうことを言ってんの。まっすぐが優先だよって、ほら、まっすぐ優先で、ここで何でもできるんだけど、ここは気にしないで、こっち入ってすると自然と崩れてきちゃったよ、そして上から下に落としたら自然と倒れちゃったよ、そういうふうにやりたいわけよ。正面打ちの入り身投げね、入り身投げ、片手持ちでね、簡単だから。で、普通は正面打ちで、普通はこう打ってきた時にこういう手じゃなくて、後ろこうね、こうに入ってるの。そして後ろもらったでしょ、それでいなくなってポカってやってるの。そういうふうにやってるの、稽古方法として。で、一挙も同じ、一挙もこうやって打ってくるんだけど、これ難しいから、こうやって持ってもらって、そうするとちょっと待っててくれるのね、彼ね、待ってて、本当はこれ引っ張り込んで、そう来るんだけど、待っててねって言っといて、そしたらこの膝、この手を、この手で止めたいの、この手で止めたいの。
でどうする、どうする、ここにいたんじゃやられちゃう、あ、やられちゃうんだよね。だからこっち入んの、四角に入んの、四角、この四角、そうすると止めるの、足来てこう止めるの、手来て手止めるの、この手で止めてるの。そしてそうそう、そしたらこの隙間が見えるので、こういうで入ってきたの、こういう、あ、ごめんごめんごめんね、入ってきただけ、入ってきただけ、この手を止めるのが優先、この手、この足を止めるのが優先だから、線を外してこう、そしたらここが見えた、ここが伸びて見えた、でこうに入ってきた。それでこのまま行っちゃうとぶつかっ、なんていうの、このまま行っちゃうとまずいんだよね、まあまあまあまずいんだけど、この手ね、この手を頭の方に持ってくるとこういうふうになって伸び、ここが鈍角に伸びてここにベタッと崩れちゃう、それで座るって形ね。それが分かりやすいんじゃないかなって、一挙みんな稽古してるけど、正面打ちで初めから やりましょうってやると難しいから、この手をまず止めないといけないって、こういうふうに止める、止めるの、それから伸びた、伸びたところをずっと出てくる、ちょっとこうなった、そしてこの手、この手をね、頭の方に出さないと鈍角にならない、でこういうふうにで座る、そういう形ね、そういう形でやってみようかなって最近思ってるんですよね。あの本当は正面打ちなんだけどね、本当は正面、あってやばいって、足止めるの、そして伸びたの、伸びたのをこういうふうに入ってくる、そしてこの手はこっちへこういうふうに出してくる、そうすると頭、それで座る、そういう形ね。じゃあちょっと一挙やってみようか、こういう形で。最初手を止めるだけやろう、手を止めるだけ、この手、この膝、ここにいたらやられちゃう、やられちゃうから、手を来た来た、手を来たらこう止めるの、これだけやろう。それじゃないとどっちか分かんなくなっちゃうから、あの最初にこの正中線、正中線大事、そしてこれは外に持っていかない、やられちゃうから、こう正中線、正中線、正中線から外に持っていかない、正中線から足が先、そして足を止める、ここまでね、正中線が大事、こうやったらやられちゃう、だから足が出てで線を外す、でここまで、そうするとここが見えるから、あと次やるね、でもここまで、この手を止めるため、この足を止めるために、あ、やばいってこういうふうに、でこう近づきすぎちゃってるとやられちゃうの、こう持って、こう力じゃできないんだよね。だからこの線にこういうふうに入ってるの、出ていったらできないの、できない、できないんだよ、こう押さえてくるんだから、押さえてきた時にこういうふうになる、正中線、これ大事。じゃあちょっと先にそれだけやって、それからやろう。あのね、はい、これさ、こっちへ、こっちへ、こうやってったら生きてんだよね、これこっちへやったら生きてんだよね、こっちやってんの、そうそう、ほら、だこっち出してんの、こっちへ、このこういうふうに出してんの、だから初めからこう嫌だからね、やこの手やらん、当たる前に来ちゃうんだよ、だから最初にこの手が取りに来るよね、来たらこういうふうにへそにまとめてんの、まとめてこういうふうに出してるの、それが大事。それ見てると結構こうやってパッ、ほら、もうやられてんだよ、やられちゃダメなの、だから最初にこう切り下ろして、それからこう、そういうふうにやってほしいの。だから最初はこれ、最初は切り下ろして、それからこうね。あの一挙やったんですけどね、みんなさ、こういいよ、切り下ろしたらいいよ、切り下ろしたらいいよ、切り下ろしたらいい、でもこの後こういうに出ちゃうの、スタッフ来ちゃうの、もらっちゃうの、だから目的はこの手で、この手は足を止めるのが目的だからね、出ていくわけないの、出ていったらやられちゃうんだから、見えちゃってんだから、だからいくらこうやってやっても、次やるのはやめてねって、こういう外から内に出してんだよね、内から、こういうふうに、こういうふうに、じゃないと
こういうふうに出ちゃったらやられちゃうよ、やられちゃうんだよ。だからこの手はさ、こういうふうにほら、こういうふうに出してるってことは、うちに石が飛んできた時に、あ、やべえってこういうふうに思うよね。それと同じなんだよね。やべえってこういう顔出してやべえってやらないんだからさ、こうやってやばいんだよ、やばいんだよ。でそこの時に正中線にあるっていうの、そしてここが見えたからこういうふうに入ってくる、こういうふうに入ってきて、で崩れてきたらこういうふうに出してくるっていう、そういう話ね。だいくつも注意点があるんだけど、外に出したら絶対ダメだから、やばいって、内側に入ってる分にはまだいいの、本当はまっすぐなんだけど、あ、それ足がまっすぐ行くところに足がちゃんと行ってんだけど、足が止めてた、足が止めてたらやばいって、こう手だけだって、こうやばいって、こう手はこっちからこっちに来てんだよね。で腰がこうに回ってんだよね。で線、まあ線これ入っちゃってるけどさ、本当はこういうふうにやりたいの、この時に成長する。そして線が見えたの、そしてこっちから入んの、こっちからこういうふうに、でこうでこう、そういう形ね。じゃあもう少し、じゃあ一挙続けてみます。この足と手を止めたいんだから、手と足、このここにいたらやられちゃうんだから、やられちゃっちゃやばいの。だから見てるの、あ、やばいなって、こうにやったの、線外してやばい。これをやることによって、このもらっちゃったら何もなんないの。これをこういうふうに やってる間にやられちゃうんだから、だからこれを止めるのが目的、主目的、それでその結果としてこういうふうに出てきたっていう、そういう話なんだから、こっちの方が先なのよ。この手にこうやって下げろってやって、下げてる間にやられちゃうんだよね。この手止めろって言ってんだからさ、いいよ、あの手が遅れたっていいけど、あ、やばいんだよって、こう下がってきたっていいわけ。その形ばっかり追っかけないでってこういうことを言ってんのね。形を追っかけるとこうなっちゃう、こうなっちゃうのね。こう離れてこういうふうにやられちゃうの。だから、あ、やばいなって言ったら、こう離れて、そう離れて、そうこうやる、こう離れてここの手とこの手を使えないようにしたいの。そしたらここが見えたので、見えたからこっちから入ったの、こうやって。ただそれだけの話や。だから主目的を変えないで、主目的はここをいじめる、あ、やっつける、あ、 ここをあれしてこの手を止めることじゃなくて、要はここを止めたいからこういうふうに入ったので、後ろにそのまま入ってくれば入り身投げだよね。こうやって入り身投げ、こういう入り身投げね。で表にこっち側から入ってくれば一挙、こういう一挙、こっちから入ってくれば入り身投げ、こう入り身投げ、こうだ、両方やったら分かりやすいかな。じゃあ止めて、この来るの止めて、表と裏と十にちょっとやってみよう。これでね、この手見て、こうね、でこっちかこっちでしょ、でこのまま落としてくればこうなって、あのこれは一番簡単、落とすだけ、落とすだけ、この手止めたら、この手止めて、このそう嫌だよって、嫌だよって言ったのね、嫌だよって、これが主目的。そしたらこういうふうに入ってきたの、そして座ったの、あ、ごめんそしたらこうなったの、それは3挙だね、3挙。ただ止めた手を落とすだけ、止めたこの手、この膝、嫌だよってこういうふうに止めた、そしたら落とすの、こうで場所、彼の場所作ってあげないと、作ってあげないとどうなっちゃうのかな、作ってあげないとこうやってきて、作ってあげないとここで競争することになっちゃう。僕がこっち、彼の場所を作ってあげることによって、ほら、あ、頭下がってきたってこうなっちゃった。そしてな、落ちたらこういうふうに持って三挙ね、こう、これはこういうふうにね、こうで胸につける、でこうでこうね、それでこう、じゃあ三挙やってみましょう。こういうふうにさ、こういうふうにこう、あ、やだなってきたんじゃない。でこう入っちゃうと彼強いの、これすごい強いの。だから頭の方に入りましょうって言ったのは、頭の方に、後半に、頭の頭、ほら、これ鈍角にしたいの。
とにかくそういう話ね、じゃないとこうなったら これ脇締めて脇ああそうそうそうガッてやられちゃうね。だから止めたら止めまあいや止めたらで止めたら止めたら止めたら頭の方に入りたいのよ。その方がいいんだけどね。まあいいや。だからじゃあこの手今までこう止めてきたので、この当て身これ嫌だよって言ったんだけど、ここに入ってくる。ここにそうするとこうになるよね。この手この脇を取りたかったらここに入ってくるんだけど、この手嫌なの、この膝嫌なの、あーって。だからこれ以上来ないでねって言わなきゃいけないの。来ないでねって言うのは来ないでねって、これこの手この手来ないでね。そして資格もらったの、資格、こういう資格いいよ。でね、来ないでねって、ほら来ない、これ以上来たら俺当てちゃうよって、そういう風にしてこの手はこっちテンション、そしてこう入るの、いいとこ、そして下に落とすの、下にこういうとこうなってる。それでこう持ち替えてギュッて出すとかね。来ないでね、今度は来ないでね、今度は来ないでね、こう止めてこうやってくで、こう曲がってくから、これ難しいの、こう入ってくの難しいの、ここに入ってくの、入ってこれないの。だからその時はこういうふうに落としてきたんだけど、このまま来ないでねって言ってテンションかけておいて、そして入ったので、次彼はこれ緩めてボカッと来るんだよ。だから来ないうちに下げて、やべえ、下げちゃって場所を作ってきたら頭下がってきて、こういうふうに、そして出てきた、そういう話ね。今度は来ないでね、来ないでねって言ったら来ないでねって、そしてこうに入って後ろ入って下げた、そして出た、そういう感じね。じゃあちょっとやってみようか。いろいろさばきやんの、いろいろこっち出るとか、こっち入るとか、あ、なんだ、こっちから入るとか、いろんな方向あるけど、いろいろ試してね、試してそうするとこの手嫌なの、この膝嫌なの、これを止めることを考えてほしいわけ。これや入ってきたはいいけど、これでボカッてやられちゃったら刺されて終わり、死んじゃって終わり、いくら形よくやったってダメなの、これ来ちゃったらね。だから来ない位置、この位置、この膝来ない位置でこうに入りたい、こうに。だから来ないよね、来ない、絶対来ない。だから安心して技やってるって、そういう形だから、だから安心の位置でやって、それだけ考えて、相手の反撃が嫌なんだから。なんでこんなこと言ってるかって言うと、みんな相手の人たちは相手の反撃忘れちゃってやってるからね。だから形にとらわれないで、相手の反撃を常に考えて、そう、そして来ないよ、そしてこう反撃が来ないようにやってほしい。じゃあ片手持ちだとか両手持ちだとかっていろいろ方法あるのね。それでこうやって持ってきて止める方法とか、この手をこっちへ持ってきて止める方法とか、嫌だよって止める方法とか、嫌だよってこう止める方法とか、下げてくるとか、まあこう入ってくるとかね、入ってきて止めるのをこういうふうに、出てきてもいいんだよね、下げるのが嫌だったらね。でいろいろこういうふうにやって、あ落ちてこねえやって、こういうふうにして投げてもいいよね。それからこう来て邪魔だったら、こう邪魔後ろ入ってきて、それでこうやってもいいよね。いろんなこと動けるの、なんていうの、相手の攻撃さえもらわなければ動けるってことで、相手のなんていうの、相手が攻撃、例えばさ、今も話したんだけど、来てさ、いいや、やってああそう来て、この手が生きてればやってるとほら生きてるわ、こういうふうに変えられちゃうの。だから相手をビューンって下げて殺しちゃうとか、そういうことが大事なの。
なんとなく、まあそういうことね、そういうだんだんレベルが上がってくるとそういうふうになってくるから、そういうことですよ。だからあんまりね、そうやったらこれでやっとけば、こうやってやっとけばこれ餌食になっちゃうの、なっちゃうの、こうやってやったら餌食になる。だから餌食にならないようにしたいわけ。だから本当はこういうふうに落ちたらパッと落としてれば僕は足使えないし、ほら帰れないの、落とされちゃってるから、ね、そういう形にしたいの。だからそういういろんなことを考えて、下げて出てくるとかね、上げたら上げっぱなしでこう出してくるとか、いろいろそういういろんなやり方、こういうふうに出てくるとか、余裕なくしたいわけ、相手の方のね、いろんなことやって、で余裕があるとやられちゃうから、やられちゃう、いや強いんだからかなって、つらーってやられちゃうんだから、だからやられないように、だからそういうことまで考えて、自分が今まで習ってきたいろんな技ありますよね、でそれを使って今のやりましょう。最後に呼吸法、呼吸法のね、こういうのこう持たせて、こういうのね最後持たしてこう、僕がね、こうやって彼の思いのままのところにこういうふうに持ってってるわけじゃないの、僕がこう、ほら彼崩れてんだよね、でこういうふうに入ったの、それだけ。だからこう、ほらこう、ここで持ったの、ここで止めたから、でこれをほらもう崩れてんだよね、これ崩れてるからこういうふうに入ったの、出たらだけ。だからこうやって持ったら崩れちゃって、僕がやられちゃうのだけ、そうそう、だけどこうやって崩れてんだろ、崩れてるからこうやって出てきた、何もしてないんだよね、何も、ただ出てきただけ、こうやって出てきただけ、そういう話なんだけどね。だからここで競ったらダメ、こう彼に付き合わせることが大事、彼が付き合ってくれて自分は何もしてない、彼が付き合ってくれた、そう付き合ってくれて、こう それを学ぶっていうのね。じゃあ少しやって。